RPG デベロッパーバギンで作る探索アドベンチャー、その進捗報告をしていきます。早速余談なんですけど、バキンってこの新規作成でね、このゲームを作ろうとした場合に、ここですね、このアクションの設定ってところで、そもそもジャンプができるかどうかっていうのがこの最初に設定できるようになってるんですよ。で、私今回のゲームを作るにあたって、ジャンプいらないだろうってこれなしで作り始めちゃったんですけど、今になってやっぱあった方がいいかなと思ってね、ジャンプ機能を有効にしようって思ったんですよ。でもここになくて、あれ、これジャンプってどうやって有効にするんだと、いろいろ調べてったら、この入力デバイスの中のこのね、ジャンプっていうところが最初ね、こんな感じでコメントアウトになってたんですよ。で、ああなるほどと、でここのコメントを消せばジャンプ有効になるんだと思ってテストプレイしてみたんですね。そしたら、はい、これ今ね、X キーを押してるんですけど全く反応しないんですよ。あれ、飛ばねえと思って、他になんか項目あるの、かなり探したんですけど全然見つからなくて、いや、これもしかして新規作成の時になしにしたら二度とジャンプできない仕様なのかと思って、そんなバカなと、スマイルブームさんにね、確認してみたんですよ。そしたら正式な回答としては、さっきのコメントアウトを消すだけで動くようになっているはずだということなんですけど、なぜか動かないっていう話をしたら、保存のねタイミングとかの問題でなんか反映が遅れちゃってるのかもしれないですねみたいな感じになったので、そっか、しょうがないな、アリアクス中だしそんなこともあるのかなと思って、渋々ね、新規作成で全部作り直したんですよ。そんな大して作ってなかったんでよかったんですけど、全部作り直したタイミングで気づいたんですよ、こいつの存在に。これこのイベントが自由落下するかどうかの設定っていうね項目があるんですけど、これがね入ってないだけだったこれね、押すと青いバーがついて有効になるんですけど、これをしてないとそもそも落下とか関係なしにジャンプができないんですよ。でこれ今仮にオンにした状態でテストすると、はい、飛びました。はい、たったそんだけ。いやー、これはねやられましたね。はい、というわけで今回の進捗ですが、新要素として攻撃アクションを追加してきました。このゲーム、ジャンルは探索アドベンチャーなので、別に攻撃なんてなくても成立はするんですけど、もし可能なら、あるに越したことはないなと思って実装してきました。といっても動き自体はかなりシンプルです。特定のアクション、ここではアルファベットの Q ですね、を押すと持っているツルハシを一振りする。もうこれだけです。連続で押せば三段攻撃になるとかね、そんなことはありません。いくら振っても同じ攻撃しかしないですね。このゲームにおいて大事なのは、ツルハシを震えることであって、華麗なアクションで敵をなぎ倒してほしいわけではないんですね。ここでもし、いや、攻撃は3回連続攻撃が基本だろう、みたいな謎の固定観念から3回の連続攻撃を作ろうとしちゃうと、それだけで膨大な時間かかっちゃうんですよ。今回、右と左はね、反転でいいんですけど、奥と手前もあんのかっていうのがね、当たり前なのかもしれないけど、前作の時は横スクロールアクションだったんですよ。なので攻撃方法がね、一箇所だけで済んだんですね。右だけ作っとけば左も反転して終わりなんで、そう考えたらもう3倍ですよ、この時点で。上下ばかりは左右反転じゃ済みませんからね。これ、ここに連続攻撃なんかやろうもんならもう何倍なんだっていうのも考えたくもないのでさもそれらしい理由を今並べたんですけど、でも実際このゲームでね、この攻撃アクションの要素が増えたことによって、このゲーム本来のジャンルである探索アドベンチャーとしてのやれることがかなり増えたんじゃないかなと思います。例えば今お話ししたこの襲いに来た敵をこう攻撃するであったり、こういったね邪魔な障害物をブリャーって攻撃してどけてから先に進むみたいなこともできるわけです。あとは空腹を満たすための食料調達なんかもね、ただ調べて手に入れるっていうよりかは、例えば木を叩いてそこからリンゴが落ちてきたものを食べるってなった方が、よりこう没入感が増すというか、自分が取ったんだっていう実感が湧きやすいと思うんですよね。で、当初はバキンでこんなにいろんなことができるって思ってなかったんで、すごく単純なね、決定キーでイベントを調べたらアクションを起こすっていう最もポピュラーなね操作だけでやろうとしてたんですけど、それだけだと味わえないいろんな爽快感をね演出できるんじゃないかなと思います。今これネズミを無限増殖させてるんですけど、襲い来るねネズミをこうバッタバッタとこう倒してるだけでもちょっと楽しいですもんね。で、今回この攻撃アクションを実装するにあたってめちゃくちゃお世話になったのがサナさんのチャンネルです。もうね、やってることが高度すぎてやばいんですけど、
イベントの組み方もね、全部説明してくれてるので、めちゃくちゃ助かりました。私がここでね、説明するのも変な話なんですけど、これ内部で何が行われているかっていうと、攻撃ボタンを押すと、このツルハシっていうね、キャスト、まあ、主人公とかと同じですよね。このキャストっていうね、イベントが、マップ上に自動生成されて、そのイベントが動くことで、それが敵に当たると吹っ飛ぶみたいな、まあ、そんな処理になってます。でこれ実際これ以上のね今表示してますけど、こうやってるとちょっと飛んでるんですよね。この前に出てるこの四角いやつがツルハシっていう名前のキャストになりますね。このキャストが前方に移動することでそれが敵に当たると吹っ飛ぶという感じになってます。うら当たった、うら。ただ全然うまく動かなかった部分がありまして、何かっていうと、この今一番上に書いてるこの Y 座標ね、変更っていう、これをちょっと消してみます。これを消すだけで何が起こるかっていうと、これね、ちょっと見てくださいよ、見てこれ、もうなんかよくわかんない挙動してるでしょ。いや一歩前に進めって言ってるだけなんですけど、どこ行くねんっていうねどこ行くねんっていう挙動になるんですよ。これ全然直し方が分かんなくて、いろいろ試した結果、どうやらこのツルハシっていうキャストがこの地面に接触した状態で移動した場合、なんかこういうね摩擦が起こってこういう挙動になってしまうというみたいなんですね。なので実際こうちょっと高いところから攻撃したりするとまっすぐ飛んでたんですよ。これどうすんだろうなと思って、でむしろサナさんどうやってんだろうなと思って、でいろいろ動画を漁ってたら、サナさんのね処理の中にこのさっきの高さの軸、この間も話しましたけどバキンだと Z じゃなくて Y ですね、ツルハシをちょっと浮かせて歩かせるっていう処理をすることで、そもそも地面に接触しないんでちゃんとまっすぐ飛ぶという話でしたね。これね本当大変でした。たったこんだけがねなかなかうまくいかなかったんですよ本当助かりました。これも地面との摩擦の計算がうまく働いてないのかちょっと分かんないんですけど、これがもし正常に動いてないっていうことであれば、今後のアップデートとかでねここら辺も解決して、まあ、さっきの1行がそもそもいらないっていう状況になるかもしれないんですけど、まあ、現状だとねこれが必須になってるっていう感じです。でマルタの攻撃自体はすごくシンプルなんですが、よりね詳しく知りたいっていうね方は概要欄にね、サナさんのチャンネルのねリンク貼っときますんで、ぜひ動画をチェックしてみてください。もう全部ね紹介してくれてるんで。もうなんか最近はあれですよ、なんかロックオン機能とかもうねわけのわからないものを作ってましたねもう何がどうなってそうなってるのかよくわからないんですけど、前回の動画で、サブグラフィックを使ってねランタンを点灯させたじゃないですか。であれがこれね真正面を向いた時にめちゃくちゃ眩しかったんですよ。眩しくて何も主人公が見えないっていうね状況になってたんで、これは良くないなということで、ここをマイナス1にすることによって下方向地面をねより照らすっていう感じにしてみました。はい、で実際移動させたのがこれですね。はい、こんな感じにすると真正面を向いててもねちゃんと顔は見えるし、ランタンのあるあたりがちゃんと明るくなっているので、よりね違和感のない感じになったし、見栄えもね良くなったんじゃないかなと思います。はい、というわけで、攻撃アクションもね今回無事追加できました。マルタのゲームシステム仕様の部分もね固まってきたので、マルタってどんなゲームなのっていう話もね少しずつお話できたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。